ぜひ。ASMR してほしい。ASMR ね、これめちゃめちゃ僕言われるんですけど、僕ね、本気でやりたいの、本気で。わかる？いや、これマジわかんねえ。僕がね、ちゃんと ASMR を理解できてないんだと思うけど、友達の ASMR 聞くのめちゃめちゃおもろいんですよ。なんでかっていうと、友達がやってるのめっちゃおもろいから。知り合いがやってる ASMR ってなんか面白くて、見ると、やっぱり、なんかね、恥ずかしがんなって思うの。ちょけんなって思っちゃうんですよ。ちょけるのが許せないの。ちょけるのも許せないし、中途半端なのが許せないんですよ。わかる？エロいのをしないんだったらしないでくれよって話。なんかちょっとチラチラエッチでしょ、チラチラみたいなのも嫌なの。はお前エッチなんだったらちゃんとエッチなことしてくださいって。チラチラしといてるくせにエッチなことしてないですけどみたいな、逆ギレされてると思ってて、僕あれ逆ギレだと思ってる僕。え、待って、みんなムカつかん？みんなムカつかんか僕。あれもう、何逆ギレしてんねんって思いますけど。そういうコンテンツじゃないんです、みたいな。エッチな目で見ないでください、みたいな。は、お前。エッチだろ、お前。それでなんかエッチじゃないっていうのはもう、お前。こっちが被害者だからな、マジで。思っちゃう。いや、そこが趣あるだろ。ないわ。本当に思ってないじゃん。ちょっとは、こういうのがいいんだろうなっていう部分も含めてエンターテインメントとしてややエッチ、ややをエッチをさやってるわけじゃん。それでこっちがホイホイ言ったら言ったで、なんかそんな目で見ないでくださいみたいな、じゃあそんなサムネにしないでくださいよって話。いやいや、おじさんの言い分ですか。リュウシェンがちゃんと厄介だと安心する。ありがとうね。なんでや。おかしいだろ。だから僕はやるんだったらちゃんとやりたいの。だから多分みんなが思ってるしっかり寝れるとかそういうんじゃない。ちゃんと考えてやる。僕は、僕自身が厄介だから、この厄介である僕が満足できるもの考えるってなったら多分おやすみではない。でもそうなるとドラマ CD の方がいい気がするの。ASMR である必要がなくなってきちゃうの。どん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 やるんだったらちょっと考えようぜ。最強のリュウシェン、僕がいいなって思うリュウシェンは、ちょっと聞いて、僕がいいなって思うリュウシェンは、